3月6日水曜日うちのあのく有名宋和二26日マヌフィ日廃艇中がなびら島袋 JMA ビはいさいなくそねはじめゆしりていちゃあびたん蝶とあちゃや県立高校入試受験しの皆さん千葉的みそあるよ千葉<ー>りよ千葉 <laughs> りよ <laughs> あの県立高校の全日制と定時制で1万1500あ一1万 1152人そして県立特殊校高等部で403人が志願しているとで今日の試験科目は国語と理科と英語そりからあちあや社会・数学・面接の試験のアイビン、うんまあ、合格発表は来週14日木曜日の午前9時に各学校での掲示とかまたホームページで行うんでぃことやいび、うん。どん,どんしが ワンネーナイン自分はできると信じてですね,ね挑んでほしいですねそうまた原価付きでねと、うんかつが入ってたとかね <laughs> あるかもしれないね <laughs> <う>きっと勝つとかねま、ねね、た応援してほうびんど東大番組はめてなびら島袋ちえみと中曽根はじめのみようでちゅう さあおとといの三振の日も本当に皆さんありがとうございました、はいうん、はじめさんはカジャディフ何回演奏したのはい、えっと、計6回弾かせていただきました回10回のうち六回十一 <laughs>、はい、時からだったもんね時からはい皆さんね楽しんでいただけたようでまた新しい試みもありましたからね、うん いかがだったでしょうか。また感想などお寄せください。はい。さあ、チュンまだ来の生放送中のスタジオの用紙うんだりいる YouTube ライブ配信。うつときそういびん。なお放送中のレコードとか CD の音源のチルクとナイビランクとラジオやラジコとアーチョーティ楽しいクイミソーリー。はい。早速おはけ A.B. 氏が技能岸氏キュウナチュンナーから遠山と美さんうちなと美氏 A.B. がやっぱり。 私はこれまで民謡の歌ばかりを聞いてきてそのおかげで毎日の暮らしをやってきて年も重ねてこれたんだなというふうに感謝しております、うん、んでる、はいはい、書かれておりますが、うんね、あちゃ富山富さんは3月7日「満100歳やに」「万100歳」はい「おめでとうございます」「もう歴史的な瞬間」っていう日ですよね。

今日の一曲目リクエストいただいた遠山富さん、はい、昨日はシチュンナーの富さん明日で100歳ルルシンジローさんから YouTube コメント年号を何回経験したんだろうおめでとうございますってありますね<え>大正生まれですよね大正だから大正昭和平成令和四つ経験 いや、また、カジャティフ、引き、引きたいぐらいだね。<laughs> で、<laughs> 私たちもね。それに向かって、また目標とさせていただきますので、<はい S 1> おめでとうございます。改めて。はい。さ続いてのおはがきですが、千葉県八千代市のぐしゆきとさんからです。最近、友人がつけ島に行って、楽しんだようです。音楽と三線の神様、赤インコの生誕の地ということで。また、民謡の神谷幸一さんのご出身であることを友人に伝えたら。船は。 神谷観光宿泊先は神谷荘で島には神谷という名字だらけだったと言っていました。うんうん、私も沖縄に行った際には竹剣島に訪れてみたいと思います。前にあの直彦さんと橋木正夫さんが竹剣のことをチキンチキンと言っていたのを思い出しました。<laughs> 今日は神谷光一さんの歌をといただきました。うん、そう竹剣島竹剣はチキン、うん、うちの苗字したらチキンですからね。うんうん 神谷さんの歌ですけども。はい。うん。えっと、うるま市勝連浜の久保田幸宏さんから見られてます。うるま市勝賃。へしきやの、ええー、勝ん漁業組合の職員の皆さんと。ええー、くしくらね。くしくらね勝美さん。そして、えひが、ああ。ほかま、みつおさんのお迎え。神谷光一さんのインク歌紙インク歌紙をプレゼントし。式見沢りんでのこと。ね、先ほどのぐしさんのおはがきにもありましたが。その。 琉球音楽の始祖と言われる赤インク赤インクはつけん島で生まれたという伝承があって、ね、でそれをつけん島出身の神谷浩一さんが歌にした曲が、ね「インク歌神」ということなんですが三振の日もね神、はいはい、谷浩一さんステージに登場していただきましたけどもその前に午後1時の「地方のカジャディ風は」はつけん島からも神谷さんも皆さんと一緒にね斉唱して、ね。 あの生誕の地の日、<う>日のところです。死ぬ後が参って、斉唱して。うん、その足で、船に乗って。うんうん、で那覇まで来て、パレット市民劇場の、あの舞台。うん、大鳥を飾ってくれましたよね。ありがとうございますす、ね。ありがとう。パワフルですよね、うん、本当にね、えー。で、あの、また、正午のカジャデフには。はい、あの赤インコが、まだ昇天した、終焉の地とされる、ミタンソンソ江の。赤インコグーと、ラジオカーの中継を結んで。うん ヨミタンソン文化協会の皆さんの「方の演奏」カジェデフも「カジャデフも放送することができました、うん、いや3月4日ね月曜日 RBC 創立70周年特別企画ということで第32回「ゆかる日勝る日三振の日」新しい企画もありましてねこの「ミュージックシャワー++」はい「具志堅ストア」「民謡で中がなびら」各ワイド番組の中でも皆さんに、うん。 あの三振にまつわるメッセージリクエストなどねお寄せいただいて、うん、カジャディ風のヘッ、うん、セージもありましたもんねいろんな方に楽しんでいただきました、ねはい、本当に多くの皆さんのおかげをもちまして終えることができました一平二平でびたん三振の日このナーチュケンもう一度お聞きになりたいという方は、はい、あのラジコラジコプレミアムでは3月11日月曜日までタイ,ムフィルタイムフリー機能を使ってお聞きになりますよ また5年ぶりの劇場公開生放送が行われましたパレット市民劇場での映像はオンライン配信で見ることができます RBC ライブストアで視聴チケットは税込み1100円,円となっていますそして第32回ゆかる日政る日三振の日のポスターデザインをモチーフにしましたオリジナルキャンバストートバッグを税込み3000円で こちらも RBC ライブストアで販売中を営び、詳しくは RBC のホームページをご確認ください。はい、このトートバッグなんですけども、白地に今年の三振の日のポスターがグリーンがね、うん、メインに使われていて、とってもね素敵ですよね。ね。はい、これにクンクンシなんか入れてね持ち運びもできますから。トートバッグはもう初めて初めてですね。グッズとしては、うん、ぜひ求めよ。うんね、あと神谷康一さんが、うん、そうそう。 ちょうど三振の日はあのところによって大雨も、ね、あ,<ー>ありましたけども津堅島での奉納演奏もまたユミタン炭ン赤隠吾宮での奉納の演奏もあのこの時間帯は雨が上がって、ね、降らなかったやっぱ赤いんこ様に守られているねというお話されていましたがその赤いんこ様にも、ね、この感謝の気持ちを込めつつお届けしたいと思います。はい、神谷光一 インク歌紙 神谷浩一インクお,おたたがみ届さ三振の日の夕方の RBC のニュースリンクでは、はい、その赤インコの生誕地である津堅島の奉納演奏の、ね、様子もニュースで放映されてまして YouTube、うんうん、ニュースリンクの YouTube でも、ね、見ることができますんでね検索してみてください。うん いやーそれにしてもねこの三振の日のこの大鳥は神谷幸一さん徳原成文さんで大城隆之さんも3人初コラボだったんですけどであのとてもね隆之さんとても恐縮していて緊張してますっていう隣でもう成文さんと光一さんのやり取りがおかしくてもう本当ね。 いいいやいやいやもう顔がいいのが真ん中とかねいろいろ言い合ってましたけどねセブンさん真ん中だったんですけどね <はい S 1> でこの「パレット市民劇場での三振の日 RBC ソーリス70周年記念特別企画」もありましてねいろ<ー>ん,んなね催し物がありましたのでぜひねまた見たいねまた見逃したという方は RBC ライブストアでのこの流有料配信で。 ぜひご覧いただきたいと思いますはい、えー、こちら読たんたじゃ読みたんそんあざそべの玉城静子さんから指示が金城恵子さんの梶間屋城和を、えー、戸口勝美大城秀子千葉菜、えー、勝子伊佐初子白ひげの正規さのんかいお届けよろしくお願いしますんち、えー、この梶間屋城和は八重瀬町あざ義士の金城富子さんからん 鹿島城は家中十六期生と知念ひ子さんの会よろしくお願いします RBC 創立70年おめでとうございますと、はい、添えてくださっていますありがとうございます創立記念日は10月1日となりますがまたちょっと三振の日の話になりますけども今、うん、年の三振の日はその RBC 創立70周年特別企画であのラジオやテレビの放送劇から 当時の懐かしい写真であったりドラマの一場面音声でお届けしたりまたあのねドラマで使われていた「くじり殺子の歌とか、はい、あとラジオドラマ「聖火ふん録の「春の歌」 これもねはじめさんたちが披露してくれましたよね、はいうん、立ち移しまったねありましたね、うん、だからもうこういう背景があってこの名曲生まれたんだなっていうのがわかりました、うん、ねうん、うん、そしてあのもちろんこの民謡で中華なびらの元茶やち、前川主権、与那覇徹、中曽根はじめそして琴には義筋ひかりさんも入って ねえ、綺麗な音色で、ね、本当ありがとうございました。はい、これも R. B. C. ライブストアの有料配信でね、まだ見ることができますので。ぜひ見ていただきたいですよね。ねえ。プロジェクションマッピングも素敵だ。ったしあそうか、ですよ。はい、本当に。はい。さあ、それでは、リクエストお答えしてまいりましょう。はい、金城恵子。梶間屋城は。 キニ百オミチミリみりトノのラワシアワラビシノチモドジフォコサラミキにオミみミリフィトノナ 蕨し,しぬちむ蕨の心純粋な心それから自福地面の字にあの幸福の福と書きますが、うん、自福は身についた性格人格品格のことを言います人間幼い時から老年になるまで 日々の習慣の中で常に意識し磨かなければならないのは人格品格本質的な性格であるんです今ーー人の基本的な生活習慣やその人の品格というものは幼い頃の心づくりが基盤になっているものだと、まあ、ちょっと、えー、堅苦しくなってしまいますがつまりは「三つ子の魂100まで出る」。 <music> ああ一言で言えば「三つ子の魂100まで」うんまあ、幼い頃のしつけであったり教育がその人の一生の人間性を磨く土台になるとそのしつけをするのは親ですからね、うん、まずは親が規範にならなければならない模範にならなければならないというわけなんですよね、うん、子は親の背中を見て育つとも言いますからね「うん、三つ子の魂100までも親したい」。 <laughs> 打ち合ったりしますね <laughs> 子育て中の身としてはでもね今日も明日もか高校受験頑張ってるね、はい、子供たち親は見守ることしかできませんけどもねまた応援したいと思います。 地ににおみちみり人のならわしあよわらびしのちもど 自サラミ地ににうみちみり人の習わしやわらびしぬちむど自福さらみ。 ここで花と水とパインの村東村からのお知らせです明日3月7日木曜日はアップからワンデイまで丸ごと1日東村スペシャルと題して東村の魅力をたっぷりお届けします、はい、メッセージテーマはズバリ東村東村にまつわるエピソードやおすすめ情報などどしどしお寄せください 番組をお聞きのリスナーの皆様へ素敵なリスナープレゼントもありますよ東村の特産品詰め合わせセットを各番組から1名様合計5名様にプレゼントします東村にまつわるエピソードと合わせてメッセージをお寄せください、えー、こちら民謡中華のびらはおはがきと 明日はスペシャル放送やビッグとメールでもメッセージを受け付けています X でのご参加もお待ちしていますインターネットですねハッシュタグ丸ごと東村ハッシュタグ丸ごと東村丸ごとはひらがな東村は漢字でどうぞご投稿くださいまた東村のつつじ祭りは3月1日から3月20日春分の日まで開催します 各種イベント盛りだくさん詳しい情報は東村のつい祭り特設サイトをご覧ください花と水とパインの村東村より3月7日木曜日は丸ごと1日東村スペシャルと東村つい祭りのお知らせいんはい。続いては毎週土曜午後6時から放送している RBC アイラジオスペシャルからのお知らせです あの古来から琉球諸島で広く行われていた女性の私もお知り合いのおばあさんに、はじ、い、ちなさってる方が15年前までは、ね、何名かいらっしゃっておしゃれでやったよっていう、ねえー、話を聞いたことがあったんですけど沖縄の女性の通過儀礼や子孫繁栄、魔よけなどのためにこう指や手の甲などに施されていましたがある出来事をきっかけに禁止されてしまいました。うん しかし、その消えたハジチが今、若い世代に注目され、復興してきててきいまますすよくねニュースでも取り上げられてますよね,ね、まあ、で3月9日土曜日の RBC アイラジオスペシャルは、琉球女性の入れ墨文化、ハジチ消えた歴史とつなぐ未来と題し、沖縄でハジチを施術されてご活躍中のへしきもえこさんをゲストに迎え、改めてハジチの歴史を振り返りながら、トークしていきます。 まあ、八地というとね、あの、この番組の第一先輩。北島スミ子さんの一人芝居にも、八地という名作がありました。ね、<ー>本書かれたのは、上原南子さんなんですけどもね。<はい S 1> うん、私も興味とってもあります。<はい S 1> 放送は三月九日土曜午後六時からです。R. B. C. アイラジオからのお知らせやイビーターン。え、今度のハガキや、え、東京千代田区神田すっとこまから。え、正木ゆきさんにフェーデービル。 えー、こんにちはいつも楽しいお話と民謡を聞かせていただいております、えー、去る2月下旬に川崎市の鶴見で20年以上にわたって営まれてきた民謡酒場が閉店してしまいましたここ数年で多くの歴史あるお店がなくなってしまいとても残念に思います、まあ、コロナ禍もあってまた来年また今度 訪問を先延ばしながら昨今次に来る時には亡くなっていることもあると痛感しています。ああうん、まあ長くお店を続けられた知念栄恵先生、美佐子さん、えそしてお店を愛してきた皆さんに、うん、旅宿にふち、旅宿のふち、まあ知念栄恵さんが歌っておりますこの曲を届けてほしいということです。うん、川崎の鶴見というとね、うん、うちなじの多いところですからね。ねうん。うん では、お届けしましょう。フォーリーファイブのレコードです。知念栄。旅宿に不躾。 一年栄。旅アート、フィーチュイ、歌とくさびたん。近藤洋正、ラジオネームピピさんから来ているんですけども。あ、ピピさん、あ、ぜひ、次は、あの、お名前。<あ>本名も、お聞き添えの方へ。はい、よろしくお願いします。ますピピさんから、内民謡ファンの皆さんへということで。えー、沖縄のホイットニーヒューストン。他町お子さんの歌っている。女心を。<laughs> 送りたいと思います。<ー>すね、ソウルフルな <laughs> ホイットニーの <laughs> そうですか <laughs>、はい、お届けしましょう。他町横。女心。 ほかま千代こ女心、うきどきさびたん。さあ、続いてはお待たせしました、中曽根はじめの生歌三振のお時間です。初めてお便りしますと、又吉さんから。えー、先日、普天間神宮に御朱印をいただきに行ったら、はじめさんを見かけ、嬉しくなって、ずうずしく声をかけてしまいました。覚えてる覚ええててるます はじめさんの柔らかい声、優しい声の歌い方が大好きです。心が洗われます。いつもニコニコして、おじいさん、おばあさん、お嫁さんを大切にしている様子がよくわかりましたって。後で残念に思ったことは、あの 巨大エマの竜の前で家族の集合写真と新婚さんのツーショットの写真を撮ってあげればよかったなぁと悔やまれます気が利かなくてごめんなさいねってリクエスト曲ははじめさんの曲だら何でも好きですよろしくお願いします又吉さんからです。ささんん行ったら、うん、あの声かけてくださるんですよ、えー、いつも 中がなびら聞いていますよというふうにから話で、うん、そうしたらで僕僕なんか思ったんですよ全前集合の記念が取れなかったのであいあの方あの方で取ってもらえばよかったねっていう話を心では思ってたんですけど <laughs>、はい、今度よろしくお願いします。心は通じやってたのにね。<laughs> そうか気軽にね声をかけてください、はい。嬉しいです。ね、はいありがとうございます。この曲のリクエスト来てますよ。 えっと、西原町の比嘉正男さんからえ今年は八重岳の桜見物に行くタイミングを逃してしまい残念でしたが桜が見る場所が近くにないかと思い知人に尋ねてみると浦添市にある公園がいいよということで早速行ってきました。そのの小さな公園は小湾川,の川辺にあり でそこまで見える澄んだ川を挟んで50本の桜の木があってその桜が咲き誇りさらに子どもたちが川遊びをしていました <laughs> あったかい時もありましたからね、うんえー、その小さな公園は水面に映る花が見事でしないとは思えないほど清流でした今日ははじめさんの生歌が聴きたくなりリクエストをします美しい桜につながる歌一員食しさを 生歌で聞かせてください。よろしくお願いします。はい、西原町の日嘉正男さんからです。はい、えー、維久クイズさん作詞が山本長生さんの作品なんですけれども、これは。あの、本部井野原が八重滝も出てくるんですけれども、うん、あの、山本由紀さん。 井野橋出身の山本由貴さんのことを歌った歌で、その八重岳の風景も桜も出てきますね。<ー>ね、曲はね、はじめさんがつけていますが。ね、桜の次は今度はつつじがね。<laughs> 咲き誇る季節がね、三<す>月一日からつつじ祭りもね、東村で行われてますんで。またお出かけください。<はい S 2> 明日はね、つつじ祭り。あ、そう、まごと一日、東村スペシャルもありますよ。<laughs> はい。ね、週末は。ここだ。 どこに行こうかなという方ね、迷ったその子、あなたは。ご家族、ご友人、お誘い合わせの上、ぜひ東村へお越しください。うん、この時期いいですね。ね<え>、本当。とたい、うとどきさびら。中曽根はじめ、一員食いしさ。 西方のタノ石ワヤイシコ コイかたらいイヤヨヨニノコチイチンコイシサ カタエダキヤミザコラノミジヨハロノシチコリバ 三嘎子，一清快是三哟，心嘛呀。

幸亏是啥哟？ 原町宮平の東森康生さんからいつも「ニーパイ言うと波照間のね出身ですよね康、うん、生さん。えー、今日は糸回しの野底美子姉さん久保川町の宝秀子おばあに八山民謡の湯、えー、がふぶしを えー、宮原浩生さんの歌でお願いしますこの歌の節のはめうちん女子はサーサーから歌われるのでサーサー節と地元では呼んでいますミツコアマーヒデ、まあ、さんミシアリオンサお元気ですかって民を聞いて元気になりおりようなってくださいねアバテの後世ですってアバテ いやどうですかねこのね「湯河風節」は沖縄本島で歌われている「さあさあ節」の元歌とも言われています。 YouTube コメント玉村さんから三振の日聞きました山内聖徳さんの弟子だった父を思い出しましたというコメントがあったり都から来ましたよと池原浩二さんつけん島でカシャティ夫婦引弾いてパレット市民劇場行きましたとあが番組通ってごからのおはけおは待ちゃの RBC アイラジオ丸ごと1日東村スペシャル。 前川市県元ちゃんや G とマジュンお届けさびらこの後5時からワンデイ中央の髪や弁美さん中村和江さん民謡で中宇賀なびら水曜日のグワンネイ島袋千恵美中曽根はじめえビータングブリーサビラワンネイ来週の月曜日にまたウ V チェオ宇賀なびらリフェーイでビタン 四分の時間はい四分の時間 <laughs> さあサー <laughs> <laughs> 今の本当にゆがふぶしサーサーぶしと同じだったね全<何>ねる一緒だった、ね、林がねまた変わって面白かったですねあ林はひやねたかこさんでしたはいさあ皆さんからメッセージありがとうございます YouTube コメントたくさん来てたのになかなか紹介できませんでしたが なんではじめさん。お王ちゃんな七八らさん、そしてるるしんじろうさん、二来かなえさん。そして、ぽんぽんラブリーさん。<あ>えー、目の保養だったってよ。ぽんぽんラブリーさん、三振の日。はい、耳だけでなくち。ちえみさん。ちえみさんのお衣装がつ。つ艶やかで。えー、耳だけ。お衣装がじゃ。お衣装を持って書いてる。あ、お衣装。元がでは全然違うんです。そっかそうだね。こちらね。お顔も。<laughs> えー、お衣装も。 ええ。いいよ、いいよ、もう早く。うれしい、うれしい日でしたね、じゃあ、今日は。ええ、だ、大友、大友和、大友和。初めて、なんて。フォローじゃないね、フォローではない。フォローになってないよ、全然。え大友和弘さん。ええ、十回。全部歌いかな。ああ、すごい。すごいですね。 ずっとじゃあねラジコとかその前にいたっていうことです,、うん、すごいですね,ねありがとうございましたますどっぷりどっぷり使っていただいた、うん、えっとそしてデレステの民おおなん面白いですね、えー、こんにちはこんにちは、えー、そしてそうそう大友和実さんトートバッグ注文あ,ありがとうございますあそのバッグあるんです、はい、これですそうポスターが本当に上等だよね可愛、うん、い,い上等 いいあの沖縄のね場所バサーの木とそして十二時の時報を指している時計のシルエット<ん>とデザインされたいろいろと結構大きいので用途ね使えるから、うん、あの<う> X 見た X あまだ見てないです <laughs> トールさんが可愛い格好してさこれ 担いてる写真。アップされてるわけ。可愛い。ね、ルンルンって言って。そう、見てみてください。はい、おとぶさん、ありがとうございました。ありがとうございます。棚原清輝さん、ね、野望聖徳さんのお父さんが、お弟子さんだったと。ええ。聖徳さんの弟子だった。お弟子さんだったね。そか、そか、玉村さんですね。ありがとうございます。 そして玉城めぐみさんいつもまた龍華おすぐ今日もマグクロの花にこれは何ですか歌もいのおりさ心やファやファとなたる心地すごいですねいつも、うん、山川智貞さんすごいいっぱい書いてる読んで読んでチームさんはじめさんこんにちは3月4日の三振の日お疲れ様でした朝10時から夜の 20時30分までずっと三振の音が聞けるなんて素晴らしかったでさ、えー、うちのあんちゅうから県外から海外まで三振の音で盛り上げくれて、えー、楽しんでくれたと思いますよ、うんえー、皆さんたちと棚原あはじめさんと棚原里穂さんそうそうそう風で風物詩、えー、上手でしたねちえみさんは司会でお疲れさまでしたね創庫試験ストアの棚原里穂すごかったね 立派に弾いてた。上手上手。なんかすごいですね。うん。あえてやる機会もないし、できてなんかトモキさんもその時一緒だったんですよ。急なトモキさん。トモキさんもトールスやのお弟子さんだし、タナリオリオさんもトールさんの弟子さんであるといことすごいね。ね。メンバーでしたね。弟子兄弟で。弟子兄弟。弟子長で。弟子でね。弟でええ。槙原秀富さん、え高校入試の受験生の皆さん、こんにちは。 ああ頑張ってください私は48年前でしたねと <laughs> 48年前そうですか、うん、プラス15だねじゃあね <laughs> で<ー>そうそう都民謡歌社の池原浩二さんからも来てるんですよびっくりちょっとだけ紹介しましたけどねオンエアではあで、えー、玉城めぐみさんありがとうございます降ねはいこうね かなって感じですかね。すごくノリの効いているトートバッグだ。ノリピシッとしてます、うん。だからいろんなね。A4 サイズ？結構いや A4 サイズで、うん、もっも,もっと入りますよね。うん。B4 ぐらい入るんじゃないかな。うん、結構深いから。深も入るしね。いから。ね。そう。どうでしょうかね。ぜひよろしくお願いします。うんうんね、はい。そしていいかな。うん、大丈夫？はい。お知らせありますか？ お知らせはは今週大大、えーうん、大阪に行きます正、えー、<阪>正区大正会館っていうところであの玉福竜甲の会赤嶺桂子流舞道場の「心舞」っていう演武あの公演があってそこで錦屋城優也さんのお師匠さんなんですよ。うんうん も出演されますし、僕とあのチャンプルの知念、えーうん、正美さんで、キューな智明さんもゲストで出るので、三振の日に PR してですねそうそう。させていただきました。僕も行きますって言ったあなた。あ、行きました。い行あ,あ、一緒に参加一緒に。するよって言った？うん、ああ、そうなんだ。あ<ー>、オッ、はい、行きます。これと一時開演ですので、ぜひよろしくお願いします。大正会館の三階ホールになっています。 関西の皆さんよろしくお願いします。ね、楽しみですね。いい?。はい。はい。しえさんは。おないないない。受験生頑張れ。ね。いやいや、もうね。ドキドキだよね。皆さん。もう何年前かね。もう何年前かね、受験。うん。とんかつが入ってた。お母さんが作ったとんかつが入ったお弁当。やっぱりあるんだね。うん。なんか覚えてる?。あ、面接ありました。そうか。 推薦,推薦だったからはいできよーいや僕で大学も行ってないからあの試験って受けたことないですよあーそっかー学校の中間期末ぐらいえじゃあなんかあの検定試験とかも <laughs> あでも、うん。かん漢字漢字検定あ漢字じゃない英語も持ってるんですけど英語検定12級を持ってます12級12なってだ <laughs> 思ったけど <laughs> え12級持ってんのそうそうなんか英語興味はる時があって、えー まあそこからも全然興味なくなっちゃってる感ですけど、頑張ってなんかで何った？こう三ぐらい取れました。ええ優秀優秀。取れました。よ、もう暗記暗記力だけだよん。最試験はね。あれも緊張する。緊張する。あそう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 。コンクール。コンクール。あそう十二機持ってる。一応持ってるんだけどもう何もなも使い道は。そうなんだよね。スカウントね。うん。だから。そう。 ルルいらっしゃいますあ、すごいルルシンジロさん。僕は4月にトイック受験者クすごすごい。ルルシンジロさん何している人なの？すごいね、仕事もしながら。うん、えー、なんか英語を使うお仕事なんでしょうかね？なんだろう。すごいね。うん。うんでもなんかワクワクするよね。<laughs> 久しぶりのそんな資格を取るのって楽しそうですね。うんうんうん、そうね。って何か仕事しながらチャレンジする人本当に頭下がる。うんうん、ね。 頑張ってください。頑張ってください。受験生も頑張る。本当に。はい。いいかな。はい。本当に三振の日、お疲れ様でした。お疲れ様でした。長丁場。いやいやいや、私はね、もう三時間ぐらいだったけども、でも。公開生放送ね、五年ぶりだったから、とっても嬉しかった。本当、皆さんありがとうございました。会場の熱気も伝わってきたので。ああ、戻ってきた、戻ってきた。これだよなと思って。 うん、感激でさ三32年前ここ、ね、1>, 第1回の会場がパレットだったとあの時はパレット大ホールっていうふうにあ,ありましたよ、うん、ポスターには、うん、コンベンションセンターでもやってましたよね4回目からコンベンは、うん、そっ、うん、あっ是非 RBC ライブストアで出張チケットをそう。 千百円しかしないって言って本当に安いと思いますのでご覧いただきたいと思います。はい。ね。あのプロジェクトマッピング当日プロジェクションマッピングね。プロジェクションマッペン。適当だな。マッペンマッペンだよ。十二九秒十二秒十二秒。 と、はい、ということで <laughs>、はい、今日終わりますありがとうございます。